山市に早くも県産の杉で作ったクリスマスツリーがお目見えし、地元の保育園の子どもたちが飾り付けを楽しみました。このクリスマスツリーは徳島県産の紀藤杉の間伐材で作った3メートルほどのものです。徳島市の木工会館が毎年この時期から設置しているもので、初日の今日は徳島市の桜保育園の園児20人余りが集まりました。まず子どもたちがサンタさんと呼びかけると、大きな白い袋を持ったサンタクロースが登場し、子どもたちから大きな歓声が上がりました。この後子どもたちはサンタクロースに抱きかかえられながら、特産の藍染めや淡路白で作ったサンタクロースの人形やブーツなどの飾りを取り付けていました。